ダイナチャンネルの高橋ダイナです。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。このチャンネルでは戸籍を変更して結婚したトランス女性の日常や経験談などを発信しています。よかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今日のテーマはユニクロプラス J を買っちゃった。じゃらん。購入品のご紹介とコーディネートについてご紹介をしていきたいと思います。最後までご覧いただけると嬉しいです。そう、昨日なんですけれども、イオンにね、買い物に行ってユニクロがあったのでちょっと覗いてみたんですよね。そしたらユニクロプラス J の第2弾がもう発売されていて、もう全然私ねその辺疎いので全然知らなかったんですけれども、バーンって置いてあって、あ、なんだろう、これすごい可愛いって思ってねちょっと見たんですよね。で、気になるアイテムがあったので5点ほど購入してきました。こうお家でリラックスできるスタイルいいなと思って購入してきたのでご紹介をしていきたいと思います。まず1枚目、ドライスウェットフルジップっていう、こんな感じです。プラス J で、でサイズは XL を購入しました。すごいね、形がねすごい可愛いんですよね。これグレーなんですけれども、後ろはこんな感じで、結構ね後ろがこうお尻が隠れる感じの丈感になっていて、ジップがついていて、これはね下からもねかけることができるので、ちょっと着回しがねいろいろとこう楽しめるかなっていうアイテムになっています。そしてこの裾なんですけれども、内側にねこういった紐がついていて、こうしぼめる、こうね寄せる、ギャザーすることができるんですよね、こうやって。なのでここもねこうギャザー寄せたり開いたりで、まあ、着こなしねいろいろと楽しめるんじゃないかなって思います。これが1点目、今のドライスウェットのセットアップにできるパンツです。でね、このラインがね後ろすごい可愛くって、多分これね春に出ていたもののちょっとモデルチェンジ版なのかな。この辺の切り返しとかがすごく可愛いですよね。サイズは L です。でこれね、私本当は腰周りとかウエスト周りは M でちょうどいいんですけれども、ふくらはぎが私結構太くって、 M だとこのふくらはぎがねパンパンになっちゃって、ふくらはぎの形がこうあらわになってしまうっていうのがあって、ワンサイズ大きめのものを買いました。ただやっぱりスウェットなのでウエストにね紐がついているので、ここで調整してずり下がらないようにすればいいかなって思っています。これが2点目です。そして3点目、がしちゃったんですよね。やっぱりね、私の今年の冬のテーマはリラックスなので、こういったスウェット、そしてこのナチュラルっていう色なんですけれども、うちね猫ちゃんが2匹いて、こう白い毛がねすごい目立ってしまうんですよね。でお洋服につくと結構取るの大変なので、お洋服についた毛がね目立たないように割とこういった白いねお洋服着るようにしていて、でこちらもねお家でリラックスをして着るときにいいかなと思って色違い してしまいました。でこちらもサイズは XL です。でこの XL のサイズっていうのが、さっきちょっと言うの忘れたんですけど、バストが92から98センチなんですね。で私結構胸が実は公共して胸が結構あって、もっと男子で胸を入れてるので98センチなんですね。なので L サイズだとちょっと小さいかなっていう、気持ち小さい感じが
あったので XL にして結構 ゆとりを持ってゆったり着られるサイズ感にしました。4点目、まあセットアップなんでね、このドライスウェットのパンツ、ドライスウェットのパンツ L サイズで、こちらも同じくこのね後ろのこのラインがすごい可愛いなっていうのと、切り返しもねこうあってすごい可愛いんですよね。でね、このナチュラルって本当なんだろう、ナチュラルなので着るとね、なんて言うんだろう、全身着ると間違うとねちょっと裸なのかなっていう感じに見えちゃうなって思ったので、まあ、着こなしはちょっと上級者向けなのかなとは思ったんですけど、やっぱりお家で着る猫たちの毛がね目立たないからこれがいいかなと思って購入しました。これをね一番最初に試着した時は M サイズを着たんですけど、やっぱり私このふくらはぎがねすごく太くて、 M サイズだとこのふくらはぎのサイズ感が結構ジャストフィットで、ですごくね自分のこのラインがね出てしまって、膝株とかあとはししゃも足のところが結構くっきり見えてしまってすごくねかっこ悪かったので、ワンサイズアップして購入をしました。そして最後、じゃらん、ダウン、ボリュームダウンジャケットの、これは何色だ、オフホワイト、もうこれもね白、黒いラインが入っていて中はこんな感じでね、これもね下からこうジッパーを開けることができるので、こちらもねいろんな着回しができるんじゃないかなって思います。で、ね、裾はねさっきのパーカー、スウェットと一緒で広がったちょっと A ライン調になっていて、裏側にねこういったものがついているので裾をね締めることもできます。そしてこのお袖なんですけど、このラインがまたすごい綺麗なんですよね。腕のねこの付け根のところは結構細身になっていて、外側に向かってちょっとこう広がっている、すごいエレガントなイメージ、まあ、スポーティーだけどエレガントな感じで、優秀だなと思ったのがこのお袖のねところがちゃんと中にねこうお袖がついていて、風がね中に入ってこない仕組みになっています。で、お色味もオフホワイトなので、なんか冬にオフホワイトとか白を着るのってすごいおしゃれな感じしませんか？私すごいそういうイメージなんですよね。なのでオフホワイトにしました。でね、もう生地もちょっと光沢感があってギラギラしすぎないこうオフホワイトの、なんていうんですか、オフホワイトのこう上品さをね引き立てるような光沢が入っていて、すごいおしゃれだなと思います。では早速購入品のコーディネートをご覧ください。手持ちのものとね合わせたりもしてみようかなと思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。
ダイナチャンネル。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。動画へのグッドボタンよろしくお願いいたします。コメントなども書いていただけると嬉しいです。チャンネル登録をしていただけるとさらに嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。